ご苦労様でちゅ。いつもこのようならよろしいのでちゅが。では私もこれで失礼しまちゅ。いえ、これと言ってないでちゅが。何か？はい？私とでちゅか？いえ、そんな、その、そういうわけでは。私でいいんでちゅか？わかりました。少し待ってくだちゃい。書類を置いてきまちゅ。だからなのでちゅか？何もなかったのでちゅか？
そんなことないでちゅよ。所長は少なくとも私たちのためによく働いてくれまちゅ。今まで働いてきたどんな上司より私は所長が好きでちゅ。よくわからないでちゅ。初めてでちゅ。所長がこんな話をしてくれたのは。いつも見るでちゅ。夢を見るでちゅ。遠くの丘で所長はいつも風に吹かれながら一人で立ってるでちゅ。私が届かない、ずっとずっと遠くの丘の上で力強く、そう、力強く、ただそこに立っているでちゅ。鋭く肌すら切り裂かれそうな風の中、笑って笑ってるでちゅ。笑って私に話すでちゅ。悲劇なんて喜劇にしかならないって。笑っているんだけど、でもその体は少し揺らいでいるのがわかるんでちゅ。だって本当はもう傷だらけなんでちゅもん。立っていられないぐらい。でも笑って言うんでちゅ。ここにある悲しさなんて大したことないんだよって。そう思ってごらんって。そう思えるから、だからここに俺はいるんだよって。泣いてなんてないでちゅ。霧島は嬉しかったんでちゅ。所長がちゃんと霧島に向けて言葉を語ってくれたことが。そんな言葉じゃないんでちゅ。もう10年近く下で働かせていただいて初めてなんでちゅ。初めて所長のことが分かったから。丘の向こうでしか見えなかった所長がちゃんと見えたから。もういいでちゅ。すみません。はい。
カヒロさんの寝顔を見て言うと、とても起こせません。だって朝っぱらからあなたは何をしているのでちゅか。やたら遅いから見に来たら。あ、霧島さん、それはリニアが悪いのです。だとしても、朝からリニアちゃんを叩いている暇があるんだったらとっとと起きるでちゅ。ほらほら。メイドに起こしに来させるなら、いい加減裸で寝るのはやめるでちゅよ。ったく。あ、キュー、大変でちゅ。リニアちゃんが倒れたでちゅ。本人も気にしているのでちゅから。ほらほら、所長、くだらないこと言ってる暇があるなら、たまった書類を片付けるでちゅ。でもそのおかげで平和な場所で所長と仕事ができるのでちゅから、私は嬉しいでちゅよ。いいえ、何も言ってないでちゅよ。それではまた書類を取りに来るでちゅ。しまちゅ。あら、珍しいこともあるんでちゅね。雨乞いでちゅか。たまにではなく、いつもお願いしたいでちゅ。頑張ってくだちゃい。コーヒーここに置きまちゅね。チェックしまちゅ。はい、オーケーでちゅ。この調子でちゃんとリニアちゃんたちを指導してくださいね。
しまちゅ。すみまちぇ、あまりにも天気がいいのでぼーっとしてました。そういえば所長は一体何の用でちゅか。そうでちゅか、見回りご苦労様でちゅ。あ、それはでちゅね、噴水の点検をしているからでちゅよ。水の出に少し違和感を感じたんでちゅ。それで何か詰まっているのではないかと思いまして点検してました。そうなんでちゅよ。これも仕事でちゅから。そんなことはないでちゅよ。それに所長の方がいろいろ忙しいでちゅから、私はそのお手伝いをしているにすぎませんでちゅから。いきなり言うんでちゅか。それは所長がいきなり珍しいこと言うからでちゅよ。言葉の通りでちゅよ。とも言いまちゅね。冗談でちゅよ。感謝の言葉ありがとうございまちゅ。そういえば所長、見回りは？所長、こんなところでサボってる暇があるのでちたら、早く見回りを終わらせてくだちゃい。逃げてくだちゃい。